レーサーの方はジェットコースターを怖いと感じるんですか？ああ面白いね。藤山で説明しようか。スピードなんかいくら出されても遅いんですよ。じゃあ300キロ以上で走ってるからね。あ、遅いんですか？遅いです、全然遅い。だけど上がってる時の高さが俺はダメ高所恐怖症なんですよ。あとこれは俺だけかもしれないけど、機械を相手にすることがどれだけ難しいか分かってるから、ボルト1本壊れて折れてリタイアなんかいくらでも経験してるわけじゃない。だから機械は 100% やっぱ信用してはいけないけど、自分の命は自分で守らなきゃいけないんでね、うん、そういうことをやりながらやってる中で、あれはもう 100% 預けちゃってるじゃない、うん、上がっていく時にドッ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 て、このレール壊れたらどうすんだろうとか観覧車とか乗ってても、あっこのあのこんなネジ今折れたらどうすんだろうとかばっか考えちゃうんですよそういうのはその機械を相手にその仕事してるからこそのメカニカルなそのところっていうのはこうちょっと不安になっちゃったりするよね。